駅舎、川プラットフォーム張又川岡駅は、兵庫県姫路市西間宿三丁目にある、西日本旅客鉄道美目新線の駅である。相対式ホーム2面2線を持つ、地上駅で、列車同士の行き違いが可能である。もともとは、単式ホーム1面1線のみで、列車同士の行き違いはできなかったが、JR 山陽本線と連続立体交差事業の一環として、 平成2年度から平成5年度にかけて行き、違い設備が増設され、1994年3月21日のダイヤ改正より使用を開始した。校内配線は、北側が通過線となった一線スルー式であり、行き違い線が後に増設されたものである。安全側線はない。鉄道信号機は両側に付けられており、逆線入線、逆線発車も可能であるが、 実際の運用では原則として、北側が姫路方面行きホーム、南側が左用方面行きホームとして使われる。両ホームは古戦橋で連絡している。姫路鉄道部管理の無人駅である。北口に簡易な駅舎があり、その内部に簡易型の自動券売機が設置されている。トイレは男女兼用水洗トイレと小便器がある。 改札口は駅舎に設置されているが、南側ホームの湖泉橋橋に簡易スロープが設けられ、乗車券回収箱と IC カード専用簡易型自動改札機も設置されているため、そちらからも乗降が可能である。乗り場番号表は存在しないが、駅自動放送では蒸気のように案内されている。駅舎側が2番乗り場である。当駅近くの国道2号沿いに、 新規バスの西今宿停留所があり、姫路駅行きは多く運行されている。兵庫県統計省によると、2019年度の1日平均乗車人員は1731人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通り、ありがとうございます。